潜水艦の機関病を模擬するため、巨大なタンクに浮かべられている S5G、S5G は、アメリカ海軍の艦艇向け発電、推進用原子炉である。形式名の S5G は、以下のような意味である。S5G は2ループの冷却系と2機の蒸気発生器を備える、加圧水型原子炉であった。一時冷却剤が自然循環して、露心水位が維持されるよう、 原子炉格納容器を下に蒸気発生器を上に置く構成での設計が求められた。S5G は陸上設置型の原型炉と関西する実用炉の両方が建造された。原型炉はアイダホ州アルコ近郊のアイダホ国立研究所アメリカ海軍原子炉施設に実用炉はアセスナーワルに設置された。自然循環が潜水艦の静粛化に利用できるかのテストが 目的であった。原子炉の一時冷却剤ポンプは潜水艦において一番のノイズ源であり、冷却剤ポンプ及びその還元機器を取り除くことで、推進系の機械的な複雑さと必要なスペースを減らすことも期待できた。S5G でも一時冷却剤ポンプは設置されていたが、高速航行時以外は必要なかった。また、炉心は冷却剤がスムーズに流れるよう、 設計されていたため、冷却剤ポンプは S5W のものより小型で静かであり、数も少なく済んだ。航行中はほとんど冷却剤ポンプを動かさずに済んだ。この設計により、船体系を大きくすることができたが、S5W に比べて太い一時冷却系配管が必要だった。このため、S5G はその後の攻撃型原線に採用されることはなかったが、 より大型のオハイオー級原子力潜水艦に搭載された S8G の設計の前身となった。機関部からのノイズをさらに減らすため、通常の2機の蒸気タービンで減速機を介して2機のスクリューを駆動する構成から、大きな1機の蒸気タービンで直接スクリューを駆動する構成に変更された。これによって主減速機からのノイズは排除できたが代償として、 タービンが巨大なものになってしまった。タービンで直接スクリューを駆動し、かつスクリューの推進効率を高めるにはタービンを低速で回転させる必要があったため、タービンの大きさは直径約12フィート、全長約30フィートにもなったのである。この機関部はナーワルだけでなく陸上の原型炉にも同じものが用意された。 自然循環のコンセプトは海軍が設計を始めた当時は比較的新しいものであった。このため原型炉は海軍での使用に応えるか確認するために極めて厳しい試験が行われた。設計は大きな成功を収めたものの何割以降の攻撃型原線で標準的な設計となることはなかった。原型炉のテストには原子力核を巨大なプールに浮かべ、 巨大なジャイロスコープで長軸方向にトルク付加することで急旋回を模擬するといった攻撃型原線の機関部として本質的に必要な性能の確認も含まれていた。これは冷却剤の循環を重力に頼る自然循環が様々な角度での軌道や急旋回においても機能するかを見極めるためであった。S も G 原経路は1995年5月に 完全に停止された。ありがとうございます。